このビデオから私の YouTube が始まった。27年前、一人の女の子が生まれた。これが私。私の自慢は、3人の弟や妹がいること。小さい時、母の化粧品を使っては、4人で落書きをした。やられたほど。ハイポーズ。ひどいでしょ？こんな私も成人して、歯科衛生士の資格も取らせてもらって、両親は一安心だったと思う。だけど、たくさんのことに無知な自分に不安を感じて、就職はしなかった。卒業後は電気屋さんに勤めてパソコンを覚えたり、料亭に勤めて日本の所作を学んだり、その中でも一番夢中になったことは踊ること。踊ると言っても基礎はほとんどない。だけど、周りが楽しんでもらえることが本当に嬉しかった。この時期に出会った人、物、ことに影響を受けてから、もっとたくさんの人を楽しませたいという思いが強くなって、始めたのが YouTube。 皆さんこんにちは、まあまあフィルムこと朝日です。今回皆さんのおかげで YouTube ネクストアップ2011のメンバーに選ばれることができました。本当にありがとうございます。私にとって自分のビデオ全てが宝物であって、皆さんからもらえたコメントやサブスアップが大きな励みになって、今までもずっと私のことを動かしてくれています。YouTube は私を生かしてくれていると言ってもいいぐらい、本当に大切な場所です。ここでこれからもたくさんの人に見てもらえるように続けていくこと、そして変化していくことを目標に頑張っていきたいと思っていますので、これからもよろしくお願いします。ネクストアップ支援プログラムでは、エンターテインメント性に富んだ日本のパートナーたちと同じ時間を共に過ごせるので、その間に自分が持ち合わせていない感覚だったりとかを身につけながら、自分のチャンネルに生かしていきたいと思っています。一つのチャンスに過ぎないんですけども、みんなからもらえたとても光栄な機会なので、たくさんのことを教えてもらいながら、楽しんでいきたいと思います。これからもよろしくお願いします。それじゃあまた。じゃあね。バイバーイ。